はい、こんにちは、音楽家でありギタリストの竹下敦です。最近ねギターを始められて、練習されている方からよく質問されたりするんですが、 F のコードが抑えられないんですけどというね、 F、この、1フレットからね制覇バレーしてこうと弾くわけですが、これを練習することにまずあまり意味はありません。そもそもねそんなに実のところ F って使わないんですよ。なので練習してもそこで挫折しちゃうと意味がないんで、なぜ F が抑えられないかというとですね、ご覧ください。ここにねナットという弦を支える、ものがあります。ここで弦を支えているわけです。そうすると弦というのは、ナットに近ければ近いほど押さえるのに力がいりますから、当然 F を押さえるっていうのは一番厳しいわけです。これをバレーして、バレーっていうのはここを全部押さえること、ブリッジすることですね、制覇と言います。そしてこう弾くわけですから、これはねまず無理です。初心者が弾くっていうのは、じゃあ何から練習すればいいかっていうと、まずこの形を作ることがすでに難しいんです。こういう形ね。であれば簡単なのは Am です。こっからここまでの距離が長いですから、テンションがね、弦の力が弱いんで、これはね結構使います。でこれはね抑えやすいです。コードとしてはねこれとこれ同じなんですね、音の響きが。でこっちの方がちょっとなんとなく悲しげでしょ。でこういうのというのはあるんですが、実のところ F というのはこれでも代用できます。これだけです。音の響き的にはしかもここに E が入るんで曖昧さが出るんです。まずこのこれはね F メジャーセブンスというコードネームになるんですが、実のところ F でも F メジャーセブンでもどちらでもこれいいんですよ。特に歌なんか歌う場合は、さほど音のピッチがねきちっとしてないところはメジャーを入れることで曖昧さが出るんで、多少ね歌がふらついたとしてもねカバーできちゃうんです。なのであまり F にこだわるのはやめましょう。F は最後に取っといてもいいです。それならば Am、 これだとしたらねまず、女性の方でも、お子さんでもね手の力が弱い方でもまず抑えられます。で次に覚えるのは Am です。でこれは F は後に取っときましょう。無理して最初からね大変なことやる必要全然ないです。一番使うのはやっぱり波長調の C なんです。これは人とね握手するときと同じですから、左手で握手すると思って、でこれがきちんとチューニングが合うこと、調律がね合うことをまず目標としてください。でギターというのは基本的にギターというぐらいでね G を弾いたときにすごく音が合いやすいんです。こういう響きってのはギターチックじゃないですか。じゃあその中で F 使うかっていうと意外と使わないんですよ。だから練習する必要そんなにないです。楽なとこから行きましょう。そして楽しみましょう。でこういうタイプのね、チューナーで合わせるんですが、残念ながらこれで合わせても全ては合いません。これはね物理的にギターというのは3弦の音程が合わないと思ってください。こういう風にねもしくはハーモニクスでとやるんですが、私の今ギター聴いててくださいね。
3弦のピッチがちょっと下がってますよね。これなぜかというと、3弦を正確に同じピッチで合わせてしまうと C を弾いた時に綺麗な和音は鳴らないんです。これはもうどうしてもギターの構造仕方のないことなんですよ。なので若干下げます、ほんのわずかですが。この音のだん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 あーん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 と歌わないわけですよ。あーんと歌うんで、これはもう下がっていて、ほんのちょっと下げてチューニングしてください。なのでこうハーモニクスで合わせてね、3弦だけは C を弾きながらちょっとこう3弦の様子を見てあげる、それが大事だと思います。よく弾かれる曲でね、あれ名前が出てこない、ロマンス、禁じられた遊び、これが一番ね顕著に出るんですが、ちょっと弾いてみますね。ほんのちょっと下げる必要があります。特にこの部分ですね、この響きは3弦はねどうしてもねピッチが上がりがちなんです。 G というぐらいでね、3弦の開放は G なんです。3弦はねこれどうしても不安定なんです。なぜかと申しますと、このねヘッドからここまでの距離が最も長いんです。長いということは弦の振動がゆっくり震えるわけです。そして長いがゆえにどこを押さえてもどこか不安定じゃないですか。これはもう、ね、物理的に仕方ないです。弦が一番長いですから。そしてどうしても痛みやすいんです、3弦だけは。なので3弦だけをね頻繁に交換するという方法もあるんですが、なかなかお小遣いの方が損はいきませんよね。ですので3弦だけほんのわずか下げる、この音の響きをよく覚えてください。だん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 、あうんあうんってね、うーんって下がる感じ、あうんあうん、だんだんでチューナーいらなくなります。自分の耳に絶対これ覚えちゃうんですよ。で私は、絶対音感に関しては否定しています。なぜなら、絶対音感というのは存在できないと考えているからです。全ては相対音感です。私はチューナーを使わずに、A イコール440でも432でも415でも395でもチューニング可能です。でもそれは絶対音感ではなくて単なる慣れです。やっているうちに単純にその周波数を覚えてしまっただけであって、簡単なことで言えばプップップッポーンってありますよね。あの音って皆さん同じようにプップップポーンっていうこと可能じゃないですか。今はねデジタル放送になってしまったんでプププポンは聞くことができないんですが、プププポン、40代30代後半から40代50代の方々みんな一斉にプププポンって言っても、ね、同じように、ね、プププポンが言えるんです。これなぜかというとね、 NHK をはじめ民放すべてが同じピッチで同じ音を国民に向けて放送し続けるからです。ですからそのピッチに国民が
慣れてしまうんですね。ところがね、 A のこの音ね、私は A イコール 395Hz にチューニングしてます。これ何に合わせてるかというとね、古典的なギターはもともと 395Hz なんです。 440Hz になったのは実はね、最近の話なんですよ。ですからこのギターはね、1970年製のギターで、もう50年前のギターです。ですので古い楽器なんかは今でも実のところ 395Hz でね弾かれた楽器っていうのが多いわけです。ですので無理にね 440Hz に合わせる必要は全然ありません。自分が弾きやすいところまでベン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 ってやって下げてしまって全然 OK です。なぜなら独奏することが多いですから、ギターというのは、いくらでもピッチは変えられるわけです。こうピッピッピッ、糸まちをぐるぐる回せばね、すごく自由な楽器なんです。ですからギターというのはまずね、他の楽器に歩み寄る楽器だと思ってください。例えば、小学校なんかで吹くね、プププって縦笛ありますね。あれは 444Hz なんです。ちょっと他より高いんですね。ある晴れた昼下がり、まあ、よく吹かれるドナ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 、あれはね、不思議なことに 440Hz じゃないとあの切なさにならないんです。ところが、ありがとうございます。あれはね、樹脂製だから 440Hz なんですよ。もともとあれはね、木で作られたものなんです。だいたいヤマハさんで8万円ぐらいで、あの縦笛ね出てるんですが、あれはね 395Hz なんです。ですから私のこの 395Hz とぴったり合うわけです。ところがぴったり合ってしまうとね、縦笛の音が埋もれてしまうんです。なので少しピッチが高いあの縦笛が、高いがゆえにね、ほんの少しだけ目立てるんですよ。あの奥田民生さんがね、東京スカパラダイスオーケストラとともにね、演奏している、まあ、ライブ映像があるんですが、そこで縦笛が出てくるんですが、当然のことながら 4Hz 高いんで調子っぱずれに聞こえるんですよ。ところがだからこそオーケストラの中で音が際立ってこうソロが取れるわけです。ですのでね、みんなが同じピッチっていうのはないんです。喋る言葉も話す言葉もね、人それぞれほんのちょっとピッチが違うじゃないですか。その辺を考えて、とにかくね、音楽っていうのは楽しむことが第一です。あのプロのミュージシャンを目指すもよし、ただプロになったら大変ですよ。仕事ですからね。楽しんでる暇ないですから、まずね、楽しみましょう。楽しむためにはね、こんな難しい F なんてね、全然覚える必要がないです。できないできないできない、できなくて当然、それでいいんです。それであれば Am、 このとてもねテンションゆるゆるの Am、 これでしたらね、まあ1週間も練習すればね、まず抑えられるようになります。これが弾けるのとこれが弾けるのと、どっちがかっこいいですか？こっちの方がいいじゃないですか。ちょっと女の子にモテたくてギター始めたりするわけでしょ。それならこっちが弾けた方がね、上の方弾けた方がかっこいいわけですよ。ジャラーンで、ジャジャジャ、これすごく簡単ですから、これ押さえてジャジャーンってやればいいんですよ。ジャーン、ジャ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 、これ実はすごく簡単です。やるかやらないかの問題です。なのでね、来る日も来る日も F を押さえられない、それも一つのまあ、マゾスティックな、ね、練習方法だと思いますが、楽しちゃいましょう。ここは Am、 じゃん。これをね、練習することをね、強くお勧めします。ギターはね、楽ちんに楽しむ楽器です。ぜひね、そういう自分が抑えられるところから、これだけの話ですから、そんなに難しく考えることはありません。音楽は楽しみましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。このチャンネルではね、小難しい音楽理論もたまにはありますが、基本的にいかにギターを楽しむか、
音楽を楽しむか、それをね、皆さんに分かって一緒に学んでいきましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。竹下敦でした。